皆さんこんにちは、ファッツサウンドラボラトリーの厚木ファッツでございます、ね。昨日はね、お堅い話、マーシャル JCM800 の回廊動作説明最終章ということでね、一応全部解説が終わりました。あとは気楽ですバカバカらしいみたいな、ね、ことをね、していきたいなと思います。はい、ね、もちろんエフェクターとか、ね、ギターに関することを中心に、お話ししていこうとは思ってますけどね。はい、でね、普通は、週末は1回、1本ぐらいしかおしゃべり動画は撮らないんですけど、まあ、3連休ということもありますし、他の、ね、ちょっと思うところもあったりして、またどうでもいいようなおしゃべり動画を撮っておりますが、今日はですね、よくね、なんていうんですかね、皆さんね、こうおそらくこれご覧になっている方は自分の楽器の演奏動画とかを SNS に上げられる方も多いと思います。で、その時にこれよくね SNS で話題になるんですけど、出没するのがアドバイスおじさんみたいなね、まあおじさんかどうかわかんないですよ、アドバイス老若男女かもしれませんね。まあとにかくその上げてる動画に対してなんか頼んでもないのにアドバイスしてくる人ね、ディスりながらアドバイスしてくる人って言いますよね。ね、これ皆さん結構ね、なんていうんですかね、話題になってたりで、ちょっと繊細な方はそういう人たちに遭遇した時にメンタルをちょっとね、こう やられてしまってね、もう動画上げないとかってね言っている方もね、中にはいらっしゃいますね。はい、でね、弊社もね、プロモーションとして動画をね YouTube とか SNS に上げてるじゃないですか。でね、全然頻繁、たまにですね、ほんとたまに、もうたまにのたまにやっぱりね来ます来ます。はい、でまあおそらくちょっとこれは弊社の動画の作り方が良くないのか、演奏自慢的な動画だと思って見た人、アドバイスを、まあ便宜上おじさんと言いますけどね、おばさんかもしれませんけどね、アドバイスおじさん、おばさんは、お姉さん、お兄さんはなんかもうちょっとそのチョーキングのピッチをどうしろとか、そのピッキングがどうしろとかで、あとチューニング警察もいますからね、チューニングちゃんとしろとかね、そう言ってくるんですよね。でその時はまあね、僕はね、弊社は演奏自慢じゃないですとね、見たらわかるでしょとどこに自慢するようなテクニックがあるんだというふうにね言っております。で弊社がどっちかというとその気になるのが音質アドバイスおじさんね、もうちょっとハイがきついとかローが足らないとかね、でそれプラスDAW でマイク立てて撮れとか LINE で撮れとかね、いう人がたまにいますね。うんね、でまあぶっちゃけ弊社から言わすと大きなお世話なんです。 Not your business ね、なんですよ。うん、でまあ例えばまあ僕その動画撮る時っていうのは例えば YouTube とかでこういろんなね有名な、例えばジェフ・ベックさんとか、サンタナさん、ジミ・ヘンドリックさん、まあその辺僕の好きな音楽でインスパイアされて、まあエリック・クラプトンさんとかね、あよしよし今日はこういう音で動画上げようと思って上げてるんですよ。なので毎回毎回同じ音を目指してるのではなく、その時にインスパイアされた、おこれすごい音で撮れてるなっていう、これ自分でも音出してみたいっていうのを見て、その音を参考に音を作っているので、毎回音違います。うん、まあ、違いますか、変えてます。うんね、今回ちょっとロー入れよう、このロー削ろう、はいちょっと出そう、はい削ろう、
いろいろね、あの実は毎回毎回変えてるんですよ。うん、あの同じエフェクター弊社 あのエフェクターペダルを使ったとしても原因をちょっと上げてみたり下げてみたりね、あの高音側をちょっと強調してみたり低音側を強調してみたり、もう毎回変えてます。はいね。でそれに対してたまたまその、 あのローを削る糸で、あのローを削った動画を見てボトムが足らんって言ってた。うん、そうですよって削ってるもんっていうね、うん、なんですよね。うん、だからね、まあ正直うざいうざい、まあ無視してもいいんですけどね。うん、無視しても、で、あのね、僕ね、あのもうぶっちゃけね、そういう人僕ごめんなさい、あのブロックしてます。はい、ブロックしてます。というのは、あのもうおそらくそういう人はもう、あの今後弊社と関わりが多分ないということと、いうことで、あのブロックしてます。もう即ブロです。はい。で昔はちょっと返事したりしてたんですけど、もう最近もめんどくさいんで、あの即ブロックしてますね。はい。うん、というのは、あのまあ演奏のアドバイス、おじさんおばさんお兄さんお姉さんでも、音質アドバイス、あお兄さんお姉さんおじさんおばさんでも、あのチューニング警察のね、皆さんでも、あのこれ何をやってるかというとね、自分の好みを単に押し付けてるだけなんですよね。うん、ですよね。うん、でそれをこうもうちょっとこう、あの広げて考えたら、そのなんていうんですかね、基準がまず自分の基準がスタンダードだと思ってたり、あとはその多様な価値観を理解していない、知らない、うん、という人たち、うん、もう自分が思い込んでるものが善だと、でそれを頼みもしないのに人に押し付けてくる、その独善的なところもあるわけですよね。うん、だからもう多分僕はあのもうそういう人たちとはあの関わりは持たないので、うん、もうあのブロックしております。はいね。でもね、やっぱりそれ、あの人の音質の好みだとか、ギターのね、あのまあ上手い下手というところの基準なんていうのは人それぞれであって、であのすごい曲芸みたいな演奏するのしか受けず、上手いと認めない人もいれば、あの全然そのね、その曲芸はしなくても渋いプレーをうまいという人もいるしね、あの一つやっぱりその価値観っていうのはそれぞれなんですよね。うん、で、あのよくね、その音楽のジャンルの良し悪しとか、あのそのまあ一つのアーティストの良し悪しとかもあり、よく議論 SNS とかでされると思うんですけど、まあそれも結局はもう好みの問題なので。何がいい何が悪いっていうのはもうないと思うんですよね。うん、だから音質に関してもそうで、あのボトムがあのボーンと出てる音が好きな人もいれば、ボトムがすっきりしてる音が好きな人もいるんですよ。ね、だからそういうその、 あの多様な価値観というかね、好み、人の好みっていうのをあのまるっきり理解していないあのおバカさんなので。あのもう僕はね、あんまりそういう人とは付き合いたくもないですし、あのはい、という意味で、はい、僕はもうブロックしておりますね。で皆さんもね、おそう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 、その通りっておっしゃる方多いと思いますよね。うん、ほっとけっていう話ですよね。うん、ね。でね、僕あのチューニングもそうなんですよ。僕はあのチューニング結構ねざっくりなんですよね。うん、ざっくりなんですよ。でよくね、よくチューニングのことも、まあ、言われることもあるんですけど、それも僕に言わしたらぶっちゃけほっといてくれるんですよ、ね、でチューニングの正解って何なんですかっていうと、チューニングの正解ってね、ないんですよ。うん、ね、ないと思います。うん、あのね、純正率で言えば、そのどこかのハーモニーが綺麗になることを目標としてチューニングしますし、平均率であればもうバサバサバサと平均的に割ってるだけなので、あのどこかでそのコードを弾いた時に変な響きっていうのはどうしても出てくるね。うん、だからチューニングってね、
僕は正解はないと思うんですよね。うん、で、僕どっちかというと、高音源、ちょっと、ピッチ高いのが好きなんですよ。で、チューナーで、なんか、まあ、オクターブピッチもちゃんと合わせた上で、チューナーで合わせたら、なんか嫌なんですよ、僕。うん。高音の方がちょっと高いのが好きなんですよね。うん。だから、多分僕の動画もそうなってる。うん、で、僕なんて古い人間ですから、ハーモニクスでピンピンって言って、ホワ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 っていう音が消えるようにやるんですけど、それでやったら、なんかね、高音がね、低いように感じるんですよ、僕。うん、だからね、ちょっと上げるんです。でもいいんですよね。僕はその、高音のちょっと、上ずったピッチが、に重きを置いて、チューニングをしているので、で、それがね、あまりにもこの、上げすぎて、例えばバンドをやるときに、他のその、音階を持つ楽器、まあベースとかキーボードとかの、その音と、あまりにも外れると良くないですけど、それは確かに。多分ね、聴いてる人、ちょっと気持ち悪い人、ね、たくさんいると思いますけど、うん。僕はね、バンドやってない個人で弾くときっていうのは、結構ね、高音上げちゃうんですよね。うん、ね。うん。まあでもそれもその、ね、特に何も気にならない人もいれば、気になる人ももちろんいると思うし、で、逆に低めが好きな人もいると思いますよね。うん。ね、だからもう、うん、その周り、まあ、バンドとかやるときの周りとの調和を著しく毀損しなければ、もう僕なんか多少いいような気がしますよね。うん、というのもね、僕、なんでかというと、ブルースが大好きで、ブルース、本当の黒人さんのブルースをもうずっと聞いてるんですけど、チューニング結構メタメタだったりするんですよ。ね。うん。でもね、僕、なんか、全然気にならないし、なんかそういう方がこう生々しくて好きだったりもするし、で、あと、ね、ジミヘンさんなんてもう、ね、アーム使った後結構豪快にチューニングね、ずれてたりしますけど、うん。で、なんか、いろいろそのね、昔見てたら、なんていうのかな、まあ、チャーさんとか、あと、まあ、お亡くなりになられた大谷レイブンさんなんていうのは、もうもちろんこうアームをシンクロナイズって使うじゃないですか、ライブでね。で、チューニングずれたら、もうピンってこう、ちょっとこう、弾いて、もう大体ざっくり戻すみたいな。そういうこともやってるので、いちいちアーム使ってチューニング狂った時に、演奏中にチューナーで合わすようなことはやらない。ね。だからもうその、まあ、特にね、ああいうロックっていうのは、まあ、その辺の、ね、ちょっと、真面目なところからずれたところも含めてロックみたいなところもね、僕はあるんじゃないかなと思うので、うん、なんか僕はあんま気にしないっていうかね、で、まあ、これも多分賛否はあると思いますよ、うん、でもね、それも人それぞれ好みなので、うん、僕はまあ別にあんまり気にしない、うん、気にはしてないですね、うん、ね、まあでもね、うん、まあ、チューニングはね、まあ、何回も言うように、周りとの調和っていうのは、一応は考えなきゃいけないですけど、音質に関しては、ね、まあ、そんなに、ね、でもまあ、バンドやるときに、あんまりギターの低音が出てたら、ベースと被っちゃうっていうのがあるので、やっぱどっちかというと、バンドでやるアンサンブルを考えたときは、ちょっと低音削った方がいいのかもしれないですけどね。うん、ね。でもまあその辺はでもまあ僕は全然好みで構わないと思いますし、それはやる人の好みもあれば聞く人の好みもあるね。で、一概に聞いてる人がその音嫌いだからと言って、その音でやってる演者の人にボトム上げろとか、ベースをミドルを下げろとかね、そういうのもちょっと僕は違うのかなと思います。うん。で、それが、今、そのね、ネット時代の SNS だともうね、匿名で顔も見えないですからね、結構そこを、こう、なんか言ってくる人もね、いるじゃないですか。ね。うん。ね。まあね、僕はその、演奏自慢動画の方の意見もね、代弁、させていただくと、not you are business だと。うん。ね。そう思います。はい。ね。それでまあ、ちょっと弊社の話に戻ると、弊社は毎回毎回動画で、音を変えてます。同じ音を目指してません。ね。
なので、とある動画を見て肺がきついとかボトムが足りないとかって言われてもそうやってますっていうふうにしか言えませんから、もし何だったら弊社の動画をざっと見てください。はい、見ていただいて、まあそんなにダイナミックには勝てないかもしれませんけど、うんね、一応はその毎回同じ音を目指しているわけではないということは言っておきます。で、これを見てたまたま見てくださったその人に何かを言ってしまった経験がある人はちょっとね一歩踏みとどまってもらったらいいかなと思います。うん、その演奏してる人はそれで自分の好みとか自分の基準で動画を出されてるわけですから、うん、特に他人がとやかく言うことではないし、嫌だったら見なければいいだけです。はい、ね、うん、でそこになんか頼まれたら別ですよ。頼まれたらどうぞアドバイスしてください、ね、頼まれてもないのにねアドバイスするっていうのは僕は違うと思いますね。うん、ね、その辺もしそういうことを頻繁に行っている人がいるとしたら、そのね多様な価値観というかね、そういうのもちょっとお知りになった方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。はい、ということで今回は、3連休ということで、アドバイスおじさんおばさんお兄さんお姉さん Not your business というビデオを撮りました。ということで皆さん面白かったら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では、さよなら皆さん。ね、3連休まだ明日休みですからね、ゆっくりねギターでも弾いて、過ごしてください。はい、さよなら。